ここから先は迂闊に進まない方が良さそうですね。うん、風に乗って容器が。確かに、いかに地下といえど海域省の中心部近くじゃ。この先は妖怪の世界じゃな。この地図も、その地図もこの先では役に立つまい。悪い妖怪が待ち受けているんでしょうか。わからんが、世界妖怪たちの手下に限らず、海域省の中では何が出現してもおかしくない。万が一どこかの道が塞がっていた時でも、誰かが中心部までたどり着けるよう考えて教えてもらったいくつかのルートの中から各自別の道を進むことにしたんじゃが、そうして正解じゃったかもしれん。とにかく気をつけて進まねばなるまい。はい、父さん。おお、久しぶりですね。これがさっき来た階段か。じゃあ地図がまた見にくいんだよな。よし、じゃあ行きますぜ。おお、おお、音がしたね。そしてコントローラーがめっちゃ震えてる。そういえば、あの最初のね、第1話のこの探索パートで皆さんからいただいたコメントにあったんですけど、これ音とかに合わせて後ろを振り返ったりとかすると面白いですよっていうね、コメントを拝見したんですよ。だから何かあればやってみたいと思います。お、震えまくり、コントローラー。今のは終わりかい。よし、行くぞい。お、水のせせらぎ。鬼太郎、ここを通っていくのか。ちょっと待ってください。父さん、あそこに明かりが。本当？なんか火の玉みたいなのが出てるやつ。よし、行ってみるのじゃ。あ、そう、こっちは進めないの。そうか、じゃあ行くか、火の玉の方へ。お、水に入った。めっちゃ震えてる。一歩一歩歩くたびに震えてます、コントローラーが。お、なんだ。なんじゃこの容器は。鬼太郎、早くここから出るのじゃ。はい、父さん。はい、おつ。うん、何もないか。お、出口か。大きな部屋に出ましたね。うん、父さん、今の
うむ、先を急ぐのじゃ。漏れそうじゃばい。漏らすな、親父が。お、樽がいっぱい。来たろ、あそこを見ろ。あそこ？あそこってあっちか。ごめんなさいね、ほんと。どうしちゃったんだ、来たろ。かすかに陽気を感じます。調べてみるんじゃ。どうやって行くんだ。回り道をする、しろって。なんか光った。なんか光ってる。どうやって行くんだ。壁伝い。あ、そうか。確かに陽気を感じる。父さん、この壁の向こうに何かあるみたいです。よし、来たろ。その壁を壊してみろ。やってみます。壊れないな、このバールのようなもので。どうだ。あれ、どうした。勝手に動いてるぞ。なんか来た。あら、仲間の。違った。仲間じゃないのか。来たろ、早くこの壁をぶち破るんじゃ。もう漏れそうじゃ。よし、ほら。何。父さん、今のは扉のようじゃな。でもなんか今バイト君みたいなのが飛び出してきたんですけど。何か訳ありの扉のようじゃが、とは言っても先に進むしかあるまい。訳ありの扉が。じゃあ行くか。硬いな。お、なんか見えた。父さん、気をつけて進むのじゃ、来たろ。お、帰り道が塞がれてしまった。うん、すごいわ、スモッグが。怪奇症か、これが。ここは？どうやらここは昔の墓場のようじゃな。大方地下水道を作るときに出てきたんじゃろう。だから封印されていたんですね。む、来たろう、何か来おったぞ。いかん、怪奇症の影響をもろに受けてしまっている。すごい陽気ですね、父さん。来たろ、早くここから立ち去るのじゃ。はい、父さん。お、あ、お、早い早い、なんか早い。めちゃめちゃ早い。よし、行くぜ。すげえ早いし。はい、バイト君、お疲れ。よし、ゴール。と思ったら、あ、まだあんの。やっと抜け出せたようじゃの。父さん、このはしごで地上に出られそうですね。
よしこのはしごを使って地上に上がるんじゃ。いいね、このアングル。おお。すごいな、これ東京か。ふう、やっと地上か。ここが怪奇ショーの中？お、みんな別ルート通ってきたか。来たろ。猫娘、みんなも無事にここまでたどり着けたみたいだね。普段の東京とはまるで違うの。うん、なんかここあのオーストラリアみたいになってんじゃん。うん、うむ、すっかり変わってしもっておるが、東京であることに違いはないぞ。住んでいた人はどうなったんでしょうか。ああ、多分妖怪になっちゃってんじゃないかな。避難できなかった人はまだこの中に取り残されておるじゃろう。おお、水木先生とかいる？原作だとね、水木先生が出てくるんですよ。原作というかね、アニメ版。妖怪が体を襲い出す前に何としてもこの怪奇症を晴らすんじゃ。位置的にはタワーはもう目と鼻の先のはずだけど。よし、急ごう。急ぐだって？俺を無視してどこに急ごうって言うんだ。お、何者だ。お主はコウモリ猫。出ました。おお、かわいい。久しぶりだな、キタロウ。こいつは確か昔キタロウと戦ったアメリカの妖怪よね。うん、ドラキュラたちの仲間になっとったのか。確か前に日本に来た時はアメリカの妖怪大統領選に敗れて日本の大統領になろうとしてやってきたのよね。一度鬼太郎に負けたくせに証拠りもなくまたやってきたの。やめてよね、みっともない。同じ猫の妖怪として恥ずかしいわ。黙れ。だいたい日本で大統領になろうっていう時点でちょっとおかしいの。ほほ、いかん、やつらのペースだ。ふん、どうやってここまで飛び込んだのかは知らんが、ちょうどいい、お前たちを倒して俺の手柄にしてやるぜ。せっかくまた会えたのに残念だけど、君を倒してタワーに行かせてもらう。お、人の話を聞いてるのか。いいぜ、来たろ、リベンジマッチ開始だ。おっしゃー。そしたら、おお、かさばけ。すげえな、お前。本当にあれだな、もうエースだな、うちでの。うん、で、鬼太郎はもうキャプテン。キャプテンとエースの違いは何なんだと問われてしまいそうですけど、響きです。はい。よくあるでしょ、役職で、この部長さんは何なのみたいな。ない、そんなの。この部長さんとこの部長さんどう違うのみたいな。まあ、それはともかく、笠間県、一旦もめ、で、そうだな、カワウソで、装備妖怪でカタキラオアちゃんが出ているから、まあ、今回はそうだな、コウモリ猫でしょ。うん、まあちょっとネズミ男見てみたいっていうのもあるけど、塗り壁な、みんなで強くなっていこう。嬉しい。よかったな、塗り壁。よし、このメンバーで今日は行きます。さあ、かかってこい。え、お前一人で
僕たちの相手をするつもりか。お、なんか出てきた。キャ、コウモリ猫がいっぱい現れたな。心配いらん、やつお得意の幻覚で作り出した幻だ。心配ないだって、それはどうかな。起きたぞ。うわ、何、まさかのプレゼント攻撃。かわいいな。おし、よくわかんないけど。なんじゃこいつ、ただの幻ではないぞ。まるで本物みたいだ。どういうことだ。兄弟なんじゃないの。ドラゴンボールで紫総長っていうのが使ってた技じゃない。分身の術とか言ってね、こんなのは残像だと思ったら、実は本当にいたみたいな、実は兄弟だったっていう、そういうお家があったんだけど。何何。この怪奇症中に充満した容器のエネルギーとあるものを使えば、こんな風に幻を実体化することができるのさ。あるもの。なるほど、コウモリ猫程度の妖怪でもこんな使い方があったとはな。で、黙れ。とにかくタワーへは行かせはしないぞ。ふん、やっぱりタワーに容器定着装置があるんだな。ちしまった。お、なにこれ。やり返す、鬼太郎。でこのゲーム始まって以来のプレゼント攻撃か。一気に1500ぐらいやっちゃえ。あ、てめえ何しやがるんだ。幻じゃなくて実体化しているってことは、こっちの攻撃も当たるってことだ。そうと分かれば怖くないぞ。ち、強がりよ。来たろう、奴らはああして待ち伏せをするつもりじゃ。コウモリ猫本体を叩かねば苦戦を強いられるかもしれんぞ。そうですね、あの奥にいる本物のコウモリ猫を急いで倒しましょう。そう簡単にはいかねえぜ。あ、逃げた。いや、見えないが気配はある。姿を消しておるのじゃ。妖怪アンテナをうまく使えば発見することができるじゃろう。やってみるんじゃ。はい。おし、始まった。頑張ろうぜみんな。よし、そしたら早速作戦目的、本物のコウモリ猫の撃破。なるほど、これも覗いてみようか。なしか。ウェブはなんか入ってそうな気がするけど、サイトが見れないや。東京が怪奇ショーに覆われてる影響かな。せっかく見たかったのに。そうか。そしたらマップを広げよう。敵は今はそんなにいないけど、これ増えるんだろうな。これ幻のコウモリ猫。レアなのか。幻のコウモリ猫でも体力あるな。吸血っていうのがなんか体力回復的なやつか。そうか、当面の間は1位なのか。よし、体力が1700。すげえな、レベルも30もあるんだ。あとはこれも幻のコウモリ猫、これも幻のコウモリ猫、これは幻のコウモリ猫。本物はどこにいるの。本物はどこにいるの。あ、そうか、見えてないのか。そうか、じゃあ妖怪アンテナ早速使おうか。あ、でもこれまた近づいたら震えるのかな。どの辺にいるんだ。お、いるとすれば橋を渡った先だろうな、うん、まあとりあえず行くべか。こっちからも行けんだ。こっちから行ってみる。
裏から、裏街道、これなんか楽しいな、墓場みたいなのが見えるからね。よし、じゃあ、行ってこい、このキッキー。やっぱこっちから行こうか。で、モメンさん行くぞい。待機無臭名、うん、隣に並ぼうか。待機、うん、ちょっと移動力だけ見よう。移動力が3なんだ。そんなんでいいの。おお、塗りに随分前の方にいるな。じゃあせっかくならマックス動いとこうか、うん、よし。で OBB 隊、待機で、隊長、隊長、隊長この辺でいいや。で、ニューエース、時代を切り開くニューエース、この辺で、キタロウチン、震える？震えねえか。キタロウチン、とりあえずアンテナ使っとこうか。アンテナ、まあいないんだろうけど。それ、やっぱりいたな、思った通りだ。え、マジでもう発見しちゃった。どこにいるの？どこにいたんだ？あ、そこ、そんな近くにいたんだ。361、見えない敵に攻撃が命中しました。やった、こんなやつまで、え、隠れていたのか。まだおるかもしれん、慎重に行くんじゃぞ。え、どういうこと？お前は誰だ？あ、見えない敵、そんなの出てくるわけ？そんなのいるわけ？見えない敵とか聞いてませんけど、まあ、今説明があった恒例の後から説明。そうか、これ大事だな、ガンガンアンテナ使っていかないとまずいな。よしよし、フェーズ終了。いや面白い、見えない敵か。あ、見えない敵が行動中。マジで？あっちの方にいるってわけね。なるほど。まあ前のヌッペラボーの時と一緒で、見えないって言ってもね、この時に見えるからね、大体。おおよその場所が。パタパタ言ってたから、あれかな？おばちゃまかな？吸血コウモリって気がするな。ほら、これ吸血コウモリでしょ？違う？でもね、コウモリ猫っていうとやっぱりあれかな、世間的には悪魔くんのイメージが強いんでしょうね。僕もでも悪魔くんのコウモリ猫は好きだな、あいついいキャラしてたから。あの歌がいいんだよね、悪魔くんのエンディングの、コウモリ猫情けないって歌。何何？鬼太郎、今日までの一連の戦いでお前も随分成長したようじゃな。父さん、それは僕は父さんの子ですから。そんな嬉しいこと言ってくれるのか、鬼太郎。もちろんですよ、父さん。おお、鬼太郎、嬉しいぞい。父さん大好きじゃなくて、そんな茶番をやってる場合じゃないな。そうですか、うん、僕そんな実感はないんですけどね。どうしたんですか急に。実感はないか。では修羅沼に新しい技を得得したというわけじゃな。ん？修羅沼に新しい技を得得したというわけじゃな。え、僕が新しい技を？体内電気放電、高まった妖怪電気エネルギーを周囲に放出する広範囲の技じゃ。強くなったな、鬼太郎、うまく使えよ。おほ
なになに新技。おお、体内電気放電、これマップ兵器じゃん、すげえ。親父が先に知っているっていうのはまたすごいんだけど、へえ、こんなん使えるんだ。しかも必要容器105やるね。なんだ、 あれカタキラウアのマップが使えないじゃん。あ、これか。あ、カタキラウアの技ってこれしか使えないの。あの1から2の体当たりに期待してたんだけどな。すごいな、マップ野郎鬼太郎だな。鬼太郎マップ兵器持ちすぎ、マップ持ちすぎ、ワロタって言われちゃう。よし、そしたらここにいいんだよな。あの木があるから大丈夫か。よっしゃ、じゃあとりあえずチクチクやっていこうぜ。この1でしょ射程が、だからガンガンやれちゃうんだよな。うん、とりあえず新人にちょっと削ってもらおうか。1700ってすごいっすね。改めてこうしてみると、よし削れ、カワウソ削れ、カワウソ削れ、カワウソ削れ、お298強いな。お前強いな、レベルが30だもんな。よし OBB ちょっと新人の前に出てみようか。こいつはちょっと削りながら倒そう。ちょっと待って、こっちは届かんか。こいつちょっと削りながら倒す、お願いします。よし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 、えらい、残り1000、残り1000、そうだな、削りながら倒すって言ったけど、これでやっちゃおうか。な、いけるよな。よし、お願いします。ニューエース、やっちゃってくれ。よし、サンキュー。お、なんだこれ、なんか飛んでったけど、あれ何、嫌な予感しかしてこないんだけど。なんかエネルギーみたいなの飛んでったぞ。あれあれかな、その容器発生、容器定着装置に飛んでったのかな。これ倒さない方がいいんじゃないか、これ。原作でもそうなんですよ、これ容器が容器定着装置にガン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 行くことで、あの怪奇症というのがどんどんブリガドーンが強くなっていっちゃうんですよ。分からんな、倒しちゃダメとか、そんなに強い敵じゃないから。あ、なんか震えてる、えらい震えてる。これアンテナ使えってことだな、分かった。じゃあ鬼太郎はアンテナだ。なんかどうも倒しちゃいけない気がするんだけど、もう一匹倒してみるか。親父さんがちょっとおしゃべりになってくれないとダメだもんな。それ以上もう倒しちゃいかんぞみたいな。アドバイスくれないとな。お、ジジイ、実はもうちょっと遅れてんじゃん。お面さん、お面さんはかわせるよな。ひらひら対決 20%、 うん、まあちょっとグラフィックも見てみたいんでやってみようか。 20% の挑戦、
ここだな。かわいい。外れてごめん。よし、さすが。ご褒美もらえるまで頑張るもんな。よし、残り、1050。残り1050だったら倒してみたいな。鬼太郎と二人で、まあちょっとアンテナも使わないといけないからそれも気になるんですけど、これでちょっと確率、命中率上がらないか。 60% は 60% か。 60% は 60% だったらもうしょうがないな、前に出すの。よし、遅え。さすが、 60% でも当てるからな、変わんないな、塗り壁。よし、残り700。鬼太郎でやれちゃうんだけど、どうしようか。鬼太郎でやってしまえるんだけど、そしてここに来るとめっちゃめちゃ震えるんだよね、コントローラーが。まあいいか、アンテナやっとくか。こんなもんじゃ死なねえもんな、鬼太郎は。それやっとこう。む、そこか。おばちゃまの声がした。おお、おばちゃま。そうかそうか、見えない敵に攻撃が命中しました。なるほど、よし、フェーズ終了。さあかかってこい。あとこのコウモリ猫を倒していいのかダメなのかってところだけだな。踏みつけ、うん、おー、かっこいい。当たった。うん、さすが275。大したことないね。そこで鬼太郎がおとりになってくれる。うん、噛みつき回避は45。やっとくか。じゃあゴーって。よし、さすが、危ない、さすが主人公。オッケーオッケー。39。おっ、敵ラウアレベル27。そうか、カタキラウは装備妖怪にしたとき、あのマップ兵器しか使えないのか。お、見えない敵。あれだな、体内電気も早く使いたいな。あ、これか、今のだな、今のがコウモリの子だな。あ、こっちか、え、こっちか。やっぱでも橋渡ったところにいそうだからな。よし、まあ、いっか、やっちゃおうか、全員やっちゃうか。全員やっちゃい作戦でいくか。じゃあ渋滞してるぞ。じゃあこれ730だから、動けん連中から削っていこう。シュナ、うん、お願いします。 OBB。オッケーオッケーオッケー。
やっちゃうぜ。残り387、新人できたいね。届く？やっちゃってくれ。これでお願いします。倒せ。よし、ナイス、カワウソ。そしてエナジーが、この演出が気になるな。まあいいや、全員倒すってもう決めた。もう決めました、全員やっつけます。あ、おお、なんか出てきた。父さん、さっきから気になっていたんですが、コウモリ猫の幻を倒すたびに上がっていくあの光、あの光るものは何なんでしょう。ひょっとするとあれは人間の魂かもしれんぞ。お、よく気づいたな。あれは怪奇症の中に取り残された人間どもからいただいた魂だ。それを真に使ってこの幻を実体化させたのさ。なんということじゃ。どうしましょう父さん。気にすることはない。幻のコウモリを倒せば魂は解放される。どんどん倒してしまうんじゃ。よし、それもそうですね。わかりました、みんなどんどん倒しちゃおう。これで楽になったわ。すっげえ楽になった。なんか妖怪。